はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、ちょっとですね、視聴者さんからですね、面白い企画の要望がありまして、遊戯王マスターデールには、カードのレアリティっていうのが設定されてるんですけども、 UR 限定構築と NR 限定構築、これどっちが強いのっていうね、企画の要望がありましてね、面白そうだなと思ってちょっとやってみようと、思います。これ実はですね、 UR 限定構築って意外と結構大変で、デッキを組むの。これなんでかっていうと、そのテーマ内でも例えばですね、マシンナーズとかは、関連カード見てもらうと分かる通り NR とか SR 結構多いんですよ。だから意外とね、テーマのキーカードが SR 以下だったりして、意外とデッキ回んなくなったりするんですね。だから UR 限定で構築を作るの意外とむずくて、今回はですね、このちょっと縛りのある UR と、あと逆に高レアリティのカードを使わない NR、 これが対戦したらいい試合すんじゃねっていうね、検証をしていこうと思っております。でですね、ちょっとこの企画自体はですね、うちのメンバーシップの、ルーム開いていろいろ調整してたんですけども、UR 側あまりにも弱えっていう、実は裏事情がありまして、あまりにも弱いと。これなんでかっていうと、結構シナジーが生みにくいんですね、 UR のみだと。ということで、こういうルームだけだったら、解禁した方がいいかということでね、禁断のUR、 これ使用可能にしまして、完全にアンリミテッド、リミットレギュレーションなしでね、使っていいですよっていう、一応ルールにして今やってみてます。ちょっとこの辺のルールは今ね、まだ調整中なんですけど、このカードあればさすがに強いっしょと。さすがにさ、これ冷静にかけてさ、今回セリオンズとかマシンナーズのギミック入ってるんですけど、そもそもセリオンズのギミックってめちゃくちゃ相性いいじゃん。天使の施しとか強すぎじゃん、これ。もし言ってたら。だから、この辺のカードを、使ってね、カードパワーでゴリ押ししていくという、こういう公式にしております。今回は、ツボセリオンズっていうデッキ。で、NR の、デッキはね、結構強いデッキいっぱいあって、例えば、有名なところだと、メガリスとかね、あと、ゲンオウリュとか、あの辺って結構ね、NR、大会とか開かれていて結構、ね、強かったりするんですよ。そういうデッキとね、ちょっとこのデッキ戦わせてみようと思ってます。早速ね、ちょっと検証していきましょう。いや、どっちが強いんだろうね。いや、さすがにこれだったらこっちが強いっしょ。デュエルスタンバイ。負けるわけないんですよね、 UR が。っていうか、使ってる思ったんですけど、ツボと施し強すぎて、いや、マジで、このセリオンズとかいうギミックと相性良すぎるんだよね、このギミック。なんか、敷いてから捨てるとかさ、強すぎるじゃん。あまりにも。これ、いや、一応これがない状態だと、UR のみの構築ってかなり、もう強なんか、ハンド。なんか、かなりね、シナジーがなくて、結構きつかったんですよ。で、しかもなんか、ドローソースとかサーチカードも結構ないから、なんか意外とね、大変だったんですけども、ちょっともうなんか回んな、デッキ回んなすぎた結果、ツボと施しあれにしたらなんか世界終わったっていうね。で、これね、皆さんもやってみればわかると思うんですけど、UR のみでデッキ作るって結構大変なんですよ。なんでかっていうと、結構テーマ内の、カードのレアリティ見てもらえばわかるんですけど、意外と SR とかね、R とかめっちゃ多いんですよ。だから UR のみでシナジウムのめっちゃ大変です。で、なんかデッキ回らなくなるのがあまりにも、クソすぎてちょっとムカついてきたなと思って、アンリミテッドカード OK っていうルールにしたら世界が急に終わったっていうね。急に世界終わったという、そういう話あります。さあ、かかってこい。何デッキだ、田代。一応妨害的にはね、レギュラスの1妨害、カーネルの破壊でもう1妨害で、無限保有でもう一妨害、破壊なって感じなんで、一応4妨害はある。刺されたか分かんねえ。ああ、やばい。これもしかしてキメラテックフォートレスって R？ ちょっと待って、ちょっと待って、これ分かんねえ。レアリティ分かんねえ。行くしかないから。ちょ、キメラテックフォートレスあったらガチやばい。やばい
カーネル破壊してサイバードラゴン破壊。あぶねえ、クソあぶねえ、マジでクソあぶねえ。ああ、いや、それはあかんくないか、これあかん気がするな。アンフォームとダメだろこれ。メガリスって NR めっちゃ強いんですよね、確か。なんかほとんど手放し NR しかなかった気がします、あのデッキ。ガチでやばいこと来た。ちょっと、向こう。これターチないのか、これターチでいいのか、これおかしいだろ。おい、コナミターチつけろこのカードに。バカタレ。いやああ、墓穴刺されそうだな。黙れ黙れ黙れよし。よし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 。結構妨害できる。よし。止まれ。儀式は結構、儀式魔法とモンスタースロットやると意外と厳しいですからね。セット。あ、オッケー。危ねえ。了解。ドロー。あー、リングかぶったか。まあいいだろう。リングかぶった。まあ、とりあえずリングを発動。そして、リングの効果で、強くねえか。うわ、ふざけんねえ。そのカード強いだろ。なるほど。やるじゃないか、ターンエンド。結構いい勝負で草。結構いい勝負なんだけど、NR に負けるわけいかないぞ。やばい！これ何出てくるやつ？ベイトル国家で、ハギト、はい。ハギトなんだっけ、何すんだこれ。魔法トラップサーチか。黙れ。黙れ。よし。よし。黙らした。よし。そして俺はセリオンズリングを引いている。セリオンズリングを発動。セリオンズリングの効果により、デッキからセリオンズカードをサーチ。いくぜ、レグラス爆弾。ダガーン。そしてバトルフェイザー、相手のモンスターを破壊した場合、セリオンズリングの効果を発動。自分の墓地に存在するセリオンズモンスターを回収。さあ大丈夫か、儀式デッキ手札1枚かなんとかなるか。下準備とか入ってんのあのデッキねえよな、多分入ってんだっけ、メガリスって。おっと、エンドフェイズさ、何もできない。さあどうした、メガリスデッキ世界最強と言われてるんじゃないのか、そのデッキは。 NR 界の一旦セリオンズキングレギュラーズを出していくぞ。さあカーネルを装備しながら特殊召喚で、場所はどこでもいいぜ。2800、2850、これ勝ってんのか。バトルフェイズ2800、ドガーン。2800、ドガーン。勝ったわ。マジでこういう企画でもやっていかねえとさ、壺とか施しとか作ったはいいけど使う機会ないもんね、マジで。なんか喜んでさ UR ポイント割いて作ったけど、ガチでさ使うことなくない？みんな強欲やつも持ってないでしょ多分。マスターデュエルやってる人に聞きたいんだけど、俺3枚両方と持ってるんですけど、これね持ってる人結構いないと思うわ。無限起動、え、強そう。ちょっと止めた方がいいかな、俺ちょ、分かんない。これ止めた方がいいんじゃない、わかんねえ。さ、NR のさ、カードプールが全く把握できてないから、ロックアンカーから何飛んでくるか全くわかんないんだけど、だちょ、ロックアンカーはレベル上げる効果もあるし、展開されるとなんかでけえエクシス出てくるかもしれないから、からそれはさすがに強いやついそう。伏せすぎでしょ。あ、伏せすぎ、伏せすぎなんだけど、伏せすぎワロタ。伏せやけなんだけど、これ。あ、でもまあ一応リングは、リングじゃねえや。アルギロシステムは来たか。とりあえずね、リングは発動したいです。NR とか絶対手札誘発飛んでこないからね。あんのかな、手札誘発、NR の。なんか攻撃反応系とかだったらあると思うけど、
さすがにさ、なんか、うららとか増字とか取ってないじゃん、絶対に。あれ UR だから。だから、なんか、負けるわけないと思うんですよね。っていうか、スコリングって、こうしといて、これね、あのね、セリオンズが来たことによってね、UR 界かなり強がってましたね。はい。リングとアルギロシステムとレギュラスが UR なので、皆さんはこんなカード持ってねえよっていうか、まあ、向いてねえよみたいな人多いかもしれないですけど、あと UR 界、 UR 界にとってはね、あの結構重要で、 UR であることがカードが、はい、何ですかその捨てカード3枚は、なんだそれは、おい巨奪、まあ、無効にするしかないよな。これ何これ両方ともなんか発動的に来てるけど。とりあえず強制脱出装置は無効にさせてもらうぜ。ダニーなーにー、でももう一回装備できるからまあいいか。これに関しては。そんなに、まあ巨奪そんなに効かないですね。エクストラデッキから出てきたわけじゃないんで。視野蘇生し、一応打って、といてレギュラス蘇生食かね、これで一応無効効果一回はけますような状態にしておいて、はい、うらうら、これがパワーだ、これがカードパワー、貧乏人どもが黙ってろ、なんかあるな、エンドだよバカタレが、しゃごいやかかってこい俺にかかってこい、はい、まあ言うて上昇乗ってますけど一望外しかないんですけどね。あ、ロックアンカー強っ、これは向こうにしてもあんまり意味ないな、結局出されるからあんまり意味がない。どっちにしてもランク4とか、これランク8とかできるのかな、でグリーンガジェットで、ね、オッケーオッケー、あガジェットデッキなんだ、無限ガジェットみたいな、無限ガジェットデッキでトラップカード結構多めみたいな。ロックアンカー効果でレベル8にしていくわ、これどっ、あ、でも一応無効にしたらランカーじゃ出ない。いや、でもな、結局何出されるか全然わかんないから、まあ、とりあえずほっとくしかないか、これ。いや、わ、うん、でも、レギュラーしなくなるしね。そして。しかもなんか、一応セリオンズリングで耐えられるんですけど、戦闘破壊は。なので、まあ、戦闘破壊してこようというモンスターであれば、何で、マジでさ、ランカー地点何いんのわかんねえんだけど、え、いや、ガラクターアイズファットドラゴン、効果あんまり強くなかった気がするんだけど、打点が1000上がる、それはいいよ別に、それは全然いいです、オッケーです、把握しました。いやこれさ、そう、あー、オッケーオッケーオッケー、まあそれで終わってくるんだ、全然いいわ、全然いい。でセリオンズリングの効果を発動するぜ。セリオンズリングは自分のモンスターが破壊される場合、デッキから、セリオンズまたはアルギロシステムを墓地に送ることによって、その戦闘破壊を免れることができる。これはイレギュラーだな。イレギュラーこれ次装備して、イレギュラー出したらアルギロシステムぶん投げて、相手のなんかフィールドのカード全部パッていきますね。このイレギュラーの格差とか知ってます皆さん。イレギュラーとかいう、まあ、ようわからんモンスター、まあようわからんっていうか、まあ一応キングレギュラーさんだけど、このキングレギュラス暴走モードには実は隠された効果がありましてね。うわ、強い。セクト強。とりあえずセリオンズキングレギュラスの効果を発動するぜ。セリオンズイレギュラーを装備しながら自信を特殊召喚。ドキュー部隊なんかデュエルリンクスみたいなカード飛んでくるな。デュエルリンクスみたいな顔を飛んできるけど、まあ、これはどっちにしても向こうにしてもしなくても、どっちもにしてもいなくなるからあんま関係なくて。ねえ、セリオンズ、キングレギュラス特殊召喚。ピュン、バゴーン、ほい。そして、セリオンズイレギュラーの効果発動して、自分が装備状態の場合、自分を特殊召喚して、こいつが装備されていたモンスターを逆に装備するという効果。はい、入れ替えるってことですね。で、セリオンズイレギュラーのモンスター効果ってことだから、無人機関アルギドシステムを墓地送り、相手のフィールドカードを破壊、全てを破壊、さらにいけフォートレス、ほいとやーつ強
強すぎる。強すぎるぜ。セリオンズキングレギュラスを手札に加えていこう。さあこれで次の開始のセリオンズキングレギュラスも手札に加えられた。まあこれで一応バトルフェーズだな。いけ2300 2500。レベルがちょっと合ってないんですけどね。ここね、なんかランクアッチができればよかったんですが、まあいいでしょう。エンドフェイズ。さあ貴様のターンだ。残念ながらセリオンズキングレギュラスの効果は生きているぞ。イレギュラーは今レギュラーになっている。つまりモンスター魔法トラップカードの効果を向こうが一回飛ばせる。なるほど、我のターン。ドロー、オロマイ。なるほど。では愚かな埋葬棒発動。そして自分の墓地で存在するアルギロシステムの効果を発動。アルギロシステムの効果によりアルギロシステム自身を回収。そしてセリオンズイレギュラーの効果を、あ、間違えた。イレギュラーの効果、アルギロシステムを墓地送り、相手のカードを破壊。まあでも関係ないから3000人だから。うわ、特殊召喚セリオンズレギュラス。これがセリオンズのパワーだ。行くぞバトルフェイザー、ゴー。うわー、セリオンズ最強。ダメだ、壺と施しが強すぎる。このカードがダメだ。デッキのギミックはぶっちゃけ自己率高いし、そんなでもないけど、壺と施しが強すぎる。あまりにも。やはりこのカードは禁止になってしかるべきカード。これリミット1とかに したらなんかあれかな、ある程度いい感じになんかなるのかな、わかんないけど。ライティーレフティーね、はい、右腕と左腕よ。シンクロですかこれは。何がこれ出てくるやつ。あ、御用 D 来た。御用だ、御用だ。おじさんこれもしかしてこれ3体湧くやつ。なるほど、強いヤンキー。これでも NR でさ、この動きして何が起きんの。まあ UR とかね、いいんだったら、冥界の宝札。何これ、デュアルサモン。何これ、アドバンス召喚でもすんの俺。こいつ何がしたいんだ。え、何これ、やばいやつ来た。ガチでやばいやつ来たんだけど。ガチでやばいやつ来た。ガチでやばいやつ来た。ガチでやばいやつ来た。カードアドバンス、ガチでやばいやつ来る。魔法トラップ向こうで打点が100上がるんだよね、ジャシンアバタックで。断殺、いやお前だけさ魔法カード使っていいのおかしいだろ。まあ、とりあえずアルギオシステムと、フォートレス墓地送って、あーなるほど、とりあえずレギュラス出しに行くか。レギュラス出しに行って、マシンナーズフォートレス装備したいですけど、なんかありますか。うーわー、決めー。ゲボキ、スキドレじゃんこれ。100、そうだね、100上回る状態になって、え、これやばくない、これどうやって突破すんだこれ。妖撃、でもこれさ、妖撃ってスキルドレインじゃないですか。これもしかしてさ、これもしかしてなんだけど、自爆特攻ってできます？これもしかしてなんですけど、これ自爆特攻ってもしかしてできちゃう？これって妖撃とかいうカードはフィールドモンスターの効果、アドバンス召喚したモンスターじゃなければ無効にしてくる効果なんですけど、とりあえずこうしまして、で破壊されたんでカーネル出てきますっていう状態にした場合、これ押したらどうなりますか。カーネルは出てきます。あ、
あれあれアバターさん、あれアバターさん、アバターさん、アバターさん